つつきは、日本の氏族大上氏流つつきからは、佐伯氏などが出た。別に、藤原瀬大友氏流つつきがある。もともと、大上氏流の薄木氏一族で、文護国突起草を領して、つつきと名乗った。後に段系が途絶えたため、大友氏より、第二代東潮野衆の次男、利重秀を養子に迎えたという説と、 家が絶えたので、とねし秀が突儀装を委ねられたという説がある。大友氏の諸子家の筆頭として栄えた。内寺は、南北朝時代から、室町時代初期に活躍した原氏ら数家とともに、室町幕府奉公衆に加えられたものの、自家世の代に直接幕府に仕えるのを禁じられ、大友宗家の家人に戻った。その後、明治の地である都市章の大部分を、 文後山幹部の大野将内に変えられ勢力が、著しく衰退した。19代目当主で、戦国時代の突如親家の代までには、文後国鎧池武城主となっていたが、20代目のと次関連が、大友義明、大友義重のもとで宗家の名城として、各地を転戦し活躍する。天文22年に関連が隠居すると、筒吉鹿徳和と自沈連が相続した。 関連は、元気2年に、立花氏の名跡を相続する。21代目の陳連は、天正14年に、大友家下半週となる。以降も少なくとも、都市と大津根の講師である栃木の別根が早地にするまで、本家は、大友氏家臣として続いており、十字余罪門系図では、天正16年1月15日に、亀松名義で十字を門見駅に対して、 尾形総軸丸屋敷五るの主院状を与えている、記述が見える。一方、天正十三年に立花同説が死去すると、立花氏家徳は立花宗ねしが相続し、後に柳川藩主となった。このため、大友氏の開役後に、つつ一門の多くが立花氏に引き取られることになる。江戸時代には多くの分流、所流が柳川藩主として続いたほか、 柳川藩主、立花忠氏はじめの語難である道高は、筒木氏を称し、道高の子である、立花道へも当初は、筒木氏を称した。また筒木近宗の子孫が、彦根藩主となっている。ありがとうございます。